虎に翼のヒロイン、はい、伊藤沙莉さんの活躍を占う、はい、さあ、今期朝ドラ虎に翼も好調維持しており、9歳から子役として活躍し続けている女優の伊藤沙莉さんでございます。ハスキーボイスが特徴的で演技力も業界内で非常に高く評価されており、はい、ドラマ出演が絶えません。これまでの活躍、今後の活躍や、結婚などについても占っていただければと思います。はいはいはい。彼女はあのさっきの、前回の東大王の人とある意味近いんですよ。あら、スクラピーと、はい、スクラピーと、はい、ただ問題はこれが壊されてるようなんですよ。ちょっと傷ありますよ、ね、あと宙があるので、ちょっとやっぱ家庭にちょっと問題が起きやすいよ、はい、しかし今このちょうどこれ逆なんで、ここには土用っていって土のパワーも非常に上がってるんですよ、はあ、でそれが今ちょうどぴったり来ちゃったんですよ、ね、へえ。あ、じゃあ運勢はいいんですね、はい、運勢が上がってあのこの陰陣の良さが輝き出したと。もうずっと働いてはるイメージですけど、ね、うん、どうですか、お仕事もじゃずっといい感じですか。そうですね、ほらここで同じさっきの19歳、ここもさっきの生じるの、はいはい、ここに生じてますよ。ここやっぱり良かったんですよ。今後はどうですか。そうしますと今これ星座が張り付いてますから、まあ一番稼げると思いますよ。はい、今じゃあノリに乗ってるというか。そう、ノリに乗ってると思いますよ。そうですね、恋愛とかいかがですか。そうですね、恋愛はまあ、そうですね、ここは開いてほしいんですけどね、うん、あでも去年の見通しですけど、去年なんか出会いがあったかもしれませんね。あら、じゃあもしね、今後そういうニュースになった時に、はい、皆さんその出会いだけいつかチェックしていただければと思います。さあ、伊藤さんでございます、はい、ね、仕事運が好調ということで、はい、面識もいいということで、はい、でここのね、YouTube を、運営しているスタッフさんはもう朝ドラの大ファンですから、はい、大翼がすごく面白いというずっとおっしゃっております、皆さん今から追っかけても今までやると全部見てね、なんとかギリギリ追いついてください、先生今日もありがとうございました、はい、YouTube のコメント欄にぜひ皆さん占ってほしい著名人の方をお書きください、理由も添えていただけると非常に助かります、それではまた明日もご覧ください。また明日。